おじいちゃんおばあちゃんとしスワンをしたり、ありがとうのメッセージを書いた折り鶴をプレゼントしているリボン活動をしています。そして2つ目は赤城山に赤城団の森というものを持っていて、そこに行って植林活動やゴミ拾いなどをするエコ活動をしています。そして3つ目は群馬県の名産品や名産地などを PR する活動を行っています。そんな活動が認められて、私たちは群馬県の観光特使を務めさせていただいています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで今日はガーデン前橋に私たち赤城団の12枚目のシングルね、桜超特急のリリース予約予約イベント、ね、予約イベントに、はい、やってまいりましたけど、皆さん本当にあれですね、2曲先ほどね続けてやったんですけど、すごい皆さん声援もくださって、ね、手拍子なんかも一緒にやってくださって、今日はね本当に皆さんと一緒に盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そしてガーデン前橋の、ね、ここでまた私たちステージをやることができて本当に嬉しいです。ガーデン前橋の皆さんも本当にありがとうございます。はい、というわけで早速始まったわけなんですね。はい、はい、それでは次の曲いきたいと思うんですが、はい、次の曲はですね、すごい久しぶりかな、久しぶりの、そうだね、久しぶりの、はい、卒業の曲なんですけどね、はい、この春卒業を迎える方も迎えた方もねいらっしゃると思うんですが、はい、そんなね歌詞にも注目しながら聴いていただければなと思います。はい、はい、じゃあ、大丈夫かな。それでは聴いてください、マリンスノー。
でですね、次は最後の曲で、はい、新曲の、はい、ありがとうございます、新曲の桜超特急をやりたいと思うんですけど、その桜超特急は、はい、ですね、多田慎也さんという数々の大物アイドルグループをね手掛ける方に、私たち今回、はい、作詞作曲の方をしていただいたわけなんですよ。はい、ね、そうなんです、はい、うん、そうなんです、この桜超特急、どんな曲になってますか？はい、桜超特急はですね、赤城団にはなかなかないまっすぐなアイドルソングとなっているんですけれども、はい、そのね、まっすぐなアイドルソングをどうして多田慎也さんが書いてくださったかな、はい、というと、はい、はい、じゃあここで桜超特急裏話、大会に出演させていただいたときに、はい、審査員でね、審査員席にいた多田慎也さんがちょうどね、そこで出会いがあったわけなんですけど、はい、そうなんです、その時に私たちのステージを見てですね、曲を書いてみたいとそう言ってくださったわけなんですけど、そうなんですよ、その時はね、なんか言っていただいて、そう言っていただいて嬉しいなと思ったんですけど、やっぱりね、審査員の方なんで、まあ参考事例もあるのかなと思ってたんですよね、実現するのかなってね、そうなんですよ、なので、楽屋にね、ご挨拶に最後来てくださった時に、はい、いや、これはちょっとチャンスをものにせねばと思って、私たち、ずいずいね、多田慎也さんにこう近づいて、書いてください、そう、どうなんですか、先で書いていただけたりしたりするんですかねみたいなお話をね、ずうずうしくもさせていただいたんですけど、ね、その時に、多田慎也さんも、あ、うん、いいよみたいな感じだったんで、ね、よしと思って、じゃあ、うちのスタッフとぜひ名刺交換って言ったら、そのね、S和さんほぼ言ってるっすね、名前 S和さんスタッフが名刺を忘れたっていう、そうなんですよ、そうなんですよ、なんでこんな大事な時に名刺持ってないのって思って思ったよね、みんなねでもね、その時はまあその場でね、本当に、うん、ぜひよろしくお願いしますって口だけでね、うん、ちょっとその場でバイバイしちゃったわけなんですけど、うん、その後に、はい、ですね、Y スタッフさん、はい、なんかですね、そういう話があったんですよっていう話をしたら、うん、あ、じゃあちょっと聞いてみるねって言って、吉田さん言っちゃった吉田さんのね、こういろんなね、こうルートをたどって、ね、話をつけてくださったんですよ。そうなんですよ、その場はね、ちょっとね、ダメだったんですけど、後からもう吉田さんありがとうございます、本当に吉田さんのね、本当にもう本当にね、いろんなところでね、はい、お話つけてくださったね、本当に、ね、結果往来ということなので、皆さんはS和さんのことを責めないであげてくださいね。ね、まあ、こっちはね、名前出せないですけど、はい、そうなんです、まあ、結果はないですね。そんなわけで、はい、いろんな本当にこの桜超特急を作るにあたって、いろんな方が本当に関わってくださって、はい、この曲をね、作っていただくことができたんで、皆さん今からその曲を披露しますので、ですね、じっくり聴いていただければなと思います。はい、じゃあ早速そんな曲を披露しますね、披露しましょう、はい、はい、それでは赤城団の新曲で桜超特急、見られた街、明日の出る日々だなら
ラ超特急、私たち赤木団、はい、ですね、目標があるんですよね。はい、はい、そうなんです。私たち赤木団はこのさくら超特急でオリコンデイリーランキングの オリコンデイリーランキングの10位以内を目指しています。はい、そうなんです。3月23日のリリースミニ何枚発売された運を買っていただけたかというのが反映されます、はい、今回、はい、今日ここでもちろん皆さんが予約してくださった枚数もオリコンランキングの方に反映されますので、皆さんぜひ今日も予約よろしくお願いします。よろしくお願いします。45万以上、ね、予約していただいた方には赤木団と一緒に過ごすシークレット〇〇というイベントも企画してますので、はい、皆さんよろしかったらね、21日まで、明日か、明日までの予約で45万以上となってますので、今回もね、ぜひよろしくお願いします。もちろん今日ね、初めて見た方で気になってくださった方も、はい、ぜひ、ね、1枚でももちろん結構ですので、多く予約していただければ嬉しいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。特典の方は、はい、今日はですね、こちらこの後ですね、私たちの握手会を行うんですけれども、はい、握手会を行うところはですね、はい、あちらの通路ですね、あちら側、あっちですね、あちら側になりますので、はい、あちら側です。はい、はい、行いますので、はい、その握手会なんですけれども、CD を1枚ご予約いただきますと、握手券1枚差し上げております。そしてですね、この1枚でここにいるメンバー全員と握手をすることができます。そしてその後ですね、また個別握手というのもやっておりまして、そちらは CD3 枚で参加することができますので、皆さんぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして缶バッジや、今日はツーショットチェキのね、プレゼントもさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで1部はこれで終わりなんですけど、2部も皆さんまだあります。2部は4時からまたこの場所で、はい、行いますので、皆さんぜひこの時も集まってください。はい、そして今日はガーデン前橋で、せっかく来たので、皆さん美味しい匂いがしますよね。するよね。するよね。食べたい。そうなんですよ。この後なんで2部の間にフードコートでね、ご飯食べたりして、あと下に